それではチュアンさんよろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。最初にじゃあ自己紹介お願いします。はい、旅っぽの中と申します。普段はチュアンというふうに呼ばれています。社内では普段トラベルライターさんが書いてくださった記事の編集をしたり、会社全体の広報周りを担当したり、今ツイッターの運用をしたり、あとはですねプロダクト事業担当として本の制作に関わったりとか、あと総務をしたり、いろいろ社内のことをやっております。はい。何カ国ぐらい旅されてますか？トータル今で44カ国行ってます。おすすめの国を教えてください。その中でも一番おすすめの国がラオスです。でラオスは初め世界一周行った時全然興味がなかった国なんですけど、割と旅中に会った人からおすすめだよって言ってくれた場所で、で行くことに決めたんですけど、いざ行ってみると、ラオスのルアンパバーンっていう都市があるんですね。一応世界遺産の町なんですけれども、本当に田舎で、ちょっと外れるとガタガタ道が広がっているような田舎の町で、とてもゆっくり過ごすことができたんですね。で、比較的おしゃれなカフェがたくさんあるので、そこに毎日のように通っていたんですけれども、特にユートピアというカフェが個人的にはおすすめで、そこは目の前に川が流れてて、あと緑が多い森の中にあるような場所なんですね。でそこにも寝っ転がれるようなソファーがあったり、クッションをたくさん並べている場所で、本当に何も考えずにゆっくりぼーっとしながら、携帯の電源を切って、何も本当に考えずにデジタルデトックスをして、ゆっくり過ごしてたんですけど、そのルアンパバーンにいると何もしないことが一番の贅沢だなっていうふうにすごい感じることができたので、とても大好きな場所です。これからルアンパバーンは、街の中もそうですけど、ちょっと離れた場所で自然あふれているので、クワンシーの滝っていう絶景スポットがあるんですね。そこはトルコのカッパドキアみたいに段々になっている湖がいくつか重なっている場所なんですけど、そういう綺麗な滝があったりとか、あとちょっとルアンパバーンから離れるんですけれども、バンビエンという町で、川下りをしてタイヤに乗りながら川下りができるスポットがあるんですね。でそこ結構川を下りながら目の前にこう隣の山を眺めながら、本当に川の流れに身を任せてただただ流されていくっていうことがあるんですけども、大自然の中でアクティビティを体験できる。あと面白かったのが、象使いの免許をそこで取ることができるんですね。で、半日プランとか1日プランがあるんですけど、そこに通って日本では通用しないんですけれども、旅先のうちのネタとして資格を取って帰ったりとか、本当にいろいろ動物とも触れ合えるし自然とも触れ合える場所なので、ラオスはおすすめの場所です。最後にラオスに行く人に向けてメッセージをお願いします。はい、ラオスは時間の流れがゆっくり進んでいるなと感じた場所なので、忙しも毎日仕事に追われている疲れている方で、ゆっくり旅先で過ごしたいなっていう方にはおすすめの場所だと思うので、ぜひラオスに行ったら、iPhone の電源もパソコンもつけずに、ゆっくり過ごしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。